2020年東京オリンピックにどの競技種目を追加するかを決めるヒアリングが今日から始まりました。候補になっているのは野球ソフトボールやボーリング、それにスカッシュや空手など8種目で、それぞれの団体が競技会場やコストなどを組織委員会にプレゼンテーションしています。中継です。はい、こちらは大会組織委員会の会場の前です。現在は競技団体の一つ空手のプレゼンテーションが行われている最中です。最初に行われた野球ソフトボールのプレゼンテーションでは、国際団体の会長のほかプロ野球の王貞治氏なども説明役に加わりました。素晴らしさといいますかね、その野球をプレーすることもそうですし、まあ、見ることもやっぱりいかに楽しいものであるかっていうことを世界に知ってほしいという思いが強くあります。選考には競技の人気や若者へのアピールなどが考慮されます。今日中にボーリングやスカッシュなど8競技団体すべてのプレゼンテーションが行われ、組織委員会はこの結果を踏まえ9月末までに追加種目を選び IOC に提出します。その後追加種目は来年8月のIOC の総会で正式に決まります。